はい、どうも TJ です。今回も始まりました、新しいもん好きで56年、今日は第13回かな。今回はね、ちょっとゲスト2人呼んでます。健太くんと、それから YKK 師匠、お二人です。じゃあ健太くん、どうもよろしくお願いします。師匠、はい、こんにちは。師匠、もうちょっと聞こえますか？はい、聞こえます。大丈夫？はい、マイク触らないようにしてくださいね。はい。ね、今日はね、なんでお二人に来てもらったかっていうと、ワクチンのことを話したいなと。で、実は香港も今もうすでに30歳以上は、ワクチンが打てるようになったのかな。はい、予約できるようになった。予約できるようになったよね。うん、そうですね。で、少し前までは60歳以上だったんだよね。うん、で、実は私は師匠が60歳以上の、さらに70歳以上は2人まで介護人を連れていけると。そういうことです。そう。その介護人、介添え人ってことで、私を任命してもらって、で、行けるっていう。しかもその時に、今香港は、ワクチンの種類としては、はい、シノバックと、もう一つですね、バイオンテック、バイオテックですね。その2つあるんだね。だから、はい、シノバックっていうのが中国のワクチン、それから、まあ、バイオンテックっていうのは、まあ、ファイザーバイオンテックっていう名前で一般的に日本の人も、ファイザーから買ってるってことですね。ファイザー経由で、まあ、ディストリビューションやってるわけだから、そうだから開発してる、そのワクチンとしては開発してるのはバイオンテックで、ク、それを、まあ、テストを担当し、それから流通してるのがファイザーっていう感じだと思うんだよね。そうですね。まあ、ファイザーっていうのは非常に世界的に有名だね。うん、まあ、日本でも確かファイザーですね。まあ、たくさん薬ありますよね、ファイザー製っていう。いや、ファイザーっていうと何と言っても何でもある。いや、何でもじゃなくて、もうとにかく あれか男性欠かせない薬、年寄りには絶対という、そう、欠かせるか欠かせないか知らないけども、まあ、非常に有名な、あれで一気に有名になったよね。うん、なるほど。薬の会社、そうですね、あの薬の会社ですね。で、まあ、今回その一応そのサイトでどっちかを選べるの、うん、まずね、2月の後半ですね、うん、がその要するにシノバックの予約が始まった、うん、で、しばらく経って3月の上旬、ちょっと忘れちゃったけど、上旬あたりから、うん、バイオテックと入ってきて、うん、で、現在ではウェブで予約するときどちらか選択できるようになった、うん、そうですね、うん、いいね。そのシノバックだったらやりましたか？いやー、難しい質問ですけどね。僕はどっちでも最初はいいかなと思ってたんですけど、結局シノバックしかないという状況になると、やっぱり打ってたかな、うんうん、かもしれないですね。シノバックしかなければ、やっぱりで、まあ、どちらか選べるということになると、やっぱりバイオテックの方がいいかな、の方が選んじゃいますね。今ね、アメリカでもう、相当数進んで、アメリカの、まあ、8000万人ぐらい打ったって言われてますよね。うん、そう、8000万人、もう本当1億だから、人口の3割ぐらいは打ってるっていうイメージだと思うんだけど、うん、 その中から聞こえてくる、まあ、しかもその年齢層低いところまで今進み出して、うん、そうですね、聞くところによると、ファイザーが、ファイザーっていうかバイオンテックファイザー、はい、日本だとビオンテックっていうのかな、ビオンテックファイザーグループのワクチンが一番その副反応が少なくて、人気が高くなってるっていう感じだよね。そうアメリカだとモデルナか、ファイザーどっちかっていう感じだと思うんだけど、モデルナよりもファイザーの方がちょっと人気があるようなイメージ、ね、うちの娘がね、ちょっとその方面の仕事に関与してるんで、うん、うるさいんですよ、打ったかって。まだ打ってないよって言ったら、打ったか打ったかは、うん、ちゃんと打ちなさいよっていう意味の打ったかなんで、ね、そういうことです。だから、うん、そういう、まあ、日本の場合どうしてもそのテレビなんか見てても打たないって言ってる人もいる、それからネットなんか見てると打つべきじゃないっていう人もいるから、ちょっとね、うん、まあ、人それぞれね、うん、考え方があるから、実はうちのその何十年も一緒に付き合ってるそのファミリードクターがいるんですけど、うん、彼はどっちかというとその打たない方側なんですね、うん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 、だけど、まあ、こういう状況になっちゃったら、うん、やっぱり打った接種はすべきでしょう、うん、と思います、うん、そうだね、うん、やっぱりそれからもう一つ、その今の状況で、我々その香港だと入国、例えば日本に一時帰国して香港にもう一回再入国した時に、今3週間の
あの強制検疫です、うんね、隔離、うん、しかもホテルに自分で予約をして、うん、まあ、拘置所と呼んでますけどね我々そう拘置所だよね3週間、まあ、隔離されるってのはこれはもうこれがね正直出れないよ ね、 ね、まあ、そうですね、それでね、あの行政長官が、うん、まあ、接種を加速させるという意味もあるけど、うん、打った人に対しての そのインセンティブを、うん、考えてるということは言ってますね、うん、それは大きいね、大きいですね、これが本当になればみんな競って打つようになると思うね。で、まあ、今その中国に入るのがそのシノバック製を打つと中国に入るのが許されるんじゃないかと、うん、逆に言うと今例えば我々3人は中国に入れないね、入れないですね、うん、うちのスタッフでもその従業員でも、ちゃんとビザを持って、る人はその中国に入れるんだけど、まあ、ビザっていうのはウォーキングビザという形で ね我々のように通常その1日短期で行くような観光ビザ遊びに行く人たちはね、うん、なんていう人は今入れないわけだよね、まあ、今このビザないとそういう条約が停止されてるから停止されてるからね、うんうん、昔はもうその2週間だけ、うん、ビザなしっていう、まあ、観光ビザ自動発給の観光ビザっていう形のステータスが取れたんだけど今入れない、停止されてる、それがそのシノバックを打ってると入れるんじゃないかっていうまあ本当か嘘か噂なのか分かんないけど、でもかなりまことしやかにそういうことを言われてるよね、そうですね、ただやったら俺は入れたっていう人がいないからまだ分かんない、まだ今のところね、でもそのそれを聞いて一人私の知り合いでシノバック製を打ったっていう人がいますよね、私の知り合いにも一人いますね、あ、やっぱりね、はい、だからその人たちにしてみるとやっぱり中国入るのはねすぐにでも入りたい、ただ今香港の人でも中国に入るときにやっぱり2週間の隔離がありますからね、ワクチン関係なく関係なくね、うん、そうだよね、中国人でも中国に入るときに2週間はいるよ ね、うん、はい、で逆にその中国から香港に入るときは隔離なし、隔離なしなんだよね、だから帰りはいいんだけど行きは怖い怖い、うん、帰りはよいよいだね、ちょっとね、そういう感じになってるけど、まあそういうことで今我々3人はとにかくワクチン、そう、予約入れましたよ、で私も健太君はいつ、私は4月の6日、うん、4月の6日、我々は4月の1日が1回目ですね、うん、僕は4月の6日が1回目、この予約もね今結局ウェブ経由なんだけど、うん、まあ日本では絶対できない方法ね、うん、でその予約する時期とその接種場所をと時間を指定できるんですよ、ユーザーが、うん、なら接種する側の人が、だこれがねどういうシステムになってるのか分かんないんだけど、それをネットでやった時、うん、と接種する場所時間によってコロコロ変わるんだよね毎回で、最初にやった時はもういっぱいですって言われて、何これって言って、で今度接種場所を変えてやってみたらそれで OK になったり、そうですね、で今度は多分時間がへんてこりんだったからまたかやったり、ああでもないこうでもないってやって、結局4月1日で取った、エイプリルフールじゃないよね、エイプリルフールじゃないと思うんだけど言ったら今日は冗談ですよ、一応冗談ですよ、やらないで一応4月1日ということで、一応最初に出てくるのが一番最初の日なんですね、要は一番選べる一番最後の日なんですね、そうそう、一応そうなんだろうけど、一番最後、要は、うん、一番最初の日です、うん、なんでその日以降からなら予約できますよって、一番最初の、うん、一番最初の日が出てくるんですが、うん、そこで結構いっぱいになってる可能性が多くて、うん、1日ずらすと全然、うん、もう空いてる、空き時間いっぱいあるんで、うん、もっといろんなタイミングで打てるとは思うんですけど、場所はどのぐらいあるの、場所は10箇所以上ありましたね、うん、あと認定された、はい、民間のクリニックも一部そこに含まれてますね、そのリストもあれは彼は反対派だから入ってませんね、というかクリニックは少なかったです、少ない、そうかなり少なかった、何箇所かしかない、そう本当に公立病院ってこと、うん、公立病院もさらにないですね、あ、ワンチャンしかなかったと思います、あ、じゃあ逆にどこ、いややっぱり私立のプライベートのホスピタルとか、あ、それで言うと多かったのは公園です、うん、あ、公園で、公園に要は仮設テントでやるっていう、そういうところが一番多いんですよ、行く人が、まあ、それが一番いいよね、そうですね、通気性、通気性というか病院に行くのも今は怖いですから、実は我々は、私はその日頃行き慣れてる病院で、そこに、そこで予約しましたけどね、私はカオルンシティの公園で、あ、それがいいよね、はい、この間ね、実はその我が家が強制、なんていうんだっけ、あれ検査です、ロックダウンっていうか、はい、強制検査が家の壁にポンと貼られてて、はい、まあ、
家の壁っていうかその、まあ、入り口のところですね。そうそう入り口にね、うん、それで、24時間以内だったか48時間以内にあの必ず、検査に行け、検査に行けと PCR の検査しろというのが貼られてて、はい、行かなかったらまたなんかその大変なことになりそうだったんで、罰金ですね、罰金だよね、うん、数万ドルだよねあれ、数万ドルだから数十万円、そうですね、うん、だからそれがあの歩いて5分か10分くらいの公園で、はい、やっぱり仮設テントを3つ4つ立てててそこでやったんだけど非常にスムーズだったし、うんうん、それからあの中の人もみんなすごくしっかりした英語を喋ってくれたんであの安心してあの検査はできたね。そうですね、うん、だからで風通しがいいし人も密じゃないしね、はい、あの並んでるのも結構隙間があってああいう形でワクチンの接種があるんだったらあってもいいと思うんですよね。病院よりもいい気がするね。そうですね、 僕らもそれで思って、うんうちの妻とこういろいろ相談して、うん、じゃあそっちにしようっていうのでなんとなく病院のがいいかっていうけど今のこの状況だとむしろ屋外の方がいいっていう、うん、病院もね、うん、例えばそのやあの僕ら言ってる我々がやるところなんてのは、うん、その病院内部じゃなくて、うん、そのちょっと入り口のところに仮設テントを延長させた、ね、そういうところでやるんだよ。なるほど。そのバイオンテックの場合あのご存知のようにマイナス70度そう、はい、あの保存状態がね、うん、保管状態がかなりシビアだからそうで今言われてるのはマイナス70度で、うん、で、モデルナはマイナス20度ぐらいって言われてるんだけどただ70度で常時マイナス70度常時じゃなくてあの最後投与する数日前の状態は、まあ、あの通常の一般冷蔵庫ぐらいの温度で冷やしてれば OK って話だから、ねうんまあ、ただそれにしてもその完全屋外だとその輸送期間とそれからそこに置いてある時間に、はい、そのまあ特別なファイザーがすごくなんかその輸送のための装置っていうのを作ったらしいけど、はい、この間日本で一回あったでしょトラブりましたねそう全部ダメにしたやつ冷蔵庫が、ね、壊れてて、うん、ああいうのを考えるとやっぱりそのある程度そういう意味じゃ屋内の病院のその隣が安全かもしれないそう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 いう意味では、ね、中間処置としてはそのぐらいがいいのかもしれないいろいろ考え出すとさ切りがないから、うん、でもまあワクチンは打った方がそのなんていうのこのワクチンをこう受け身でその自分にかからないことを待つかあるいはもうアグレッシブにこう攻撃的に自分でかからない体にしてしまう自分の中で抗体を作ってかからないようにしてしまう方がいいのかってこれ本当そのアメリカンだなと思うんだよね。まあねあの、まあ、香港で550万人には最低打つって言ってますよ ね、 そうだね。だから香港の人口まあ750万人としても、まあ、7割から8割ぐらいは、うん、あの打つって言ってますから。そうですね6割、まあ、一般的に 60% の国民が打つと集団免疫ができるっていう、うん、だからまあ、みんなが周りが打っちゃうから自分は打たなくてもいいんじゃないかってそういう話も出てくるけどそれもあるね本当に周りが打てばそのブロックをその人たちがしてくれるから、うん、ただ、いつも今健太君が毎朝あのワクチンじゃないあの感染者数の報告をあの YouTube でやってくれてるんだけど、はい、あれ見ると今一桁に今日そうです昨日一桁の、ねまあ、死者も出てないし、うん、死者も出てない、はいまあ、ちょっと何週間ぐらい前だっけあのサインポンというところあのジムで、はい、クラスターが発生して、クラスター発生して、そうだったね、でそこに行ってるのがそのセントラルとそのビジネスディストリクトの銀行員とか弁護士とかそういうのがたくさんいてて、HSBC もかなりねそうかなり、うん、被害というかその かなりその影響があった、まあ、ちょっと一段落ついたってかな。それからそこ の、 その子供たち、ね、あのインター校に行ってる行ってた子供たちですね、インターナショナルの子供たちがかなりねあれだった。で、もう一つ気になるのはそのワクチンを打って、副反応っていうかそう、副作用ね、それがどうだったか。それはですね、僕知り合いが実は打っていて、うん、あの今回のバイオンテックの、うん、でその人実は言うとお医者さんなんですね、うん、で実際副反応が出てかなりきつかったらしかったんですよ。あ、その年が大体僕と同じぐらいでファイザーのやつですね、うん、で、ただまあその人もお医者さんで、うん、奥様もなんか医療関係者ってことで、うん、奥様の方は全く何も起きなかったっていう、まあ、ちょうどいい感じで例が一つ、なるほど、まあ、そうで近くにあって、私の周りでもまあ、同年内と、まあ、おじいさんだけどあのシノバックを井の一番でやった人がいまして、うんうん、俺やったって言って大々的に言われてたけど何度それからあの副作用もなく問題なかったし、うん、あと何人かもいるけどもこの周りではその副作用
があったという話は聞いてないですね。そうですね。で、まあ、一応話の中で副作用、まあ、副反応っていうんですかね、が起きるか起きないかって大体10分ぐらいで分かるらしいんですよ。そうだね、あの副反応のその10分で分かる副反応の一番大きなのはアナフィラキシーショックってやつだよね。そうですね。だからアレルギーを自分の体に何か持ってて、はい、でそれに対して特に今女性が化粧品の中の、はい、あの女性に日本で特に女性にかなり多くて、はい、男性に起こりにくいと。その理由は、まあ、はっきりはしないんだけど、はい、化粧品の中の成分がそのなんか影響してるんじゃないかと、だから女性に起こりやすいんじゃないかっていうようなことが今日本では言われてる。なるほど。でアメリカよりはるかに日本の方が多いらしい、ね、多いからね、はい、で8倍ぐらい。その話を聞いてる限りでは、うん、まあ、とりあえず10分間はその場にいろと。そうだね。で、30分、まあ、できたら30分行ってほしいと。30分いて、でその場にいればその対策打てるようなそうそう、うん、医療スタッフいるから、ね、安心してそうした方がいいよという。そうだね。だからアナフィラキシーに対してはその30分間のうちに必ずもしそれが出る人は出るからそこにいて、車でアメリカなんかでも車で打ってる場合もそうです、とりあえず横に駐車場にのけといて、で何か起こったらすぐに連絡するっていう感じになってる ね。だからまああとちょっと前後しちゃうんだけど、はい、今その一つ大きなその選ぶ時のその判断基準として、はい、今回そのモデルナっていうのとそれからこのファイザーバイオンテックっていうのはこれ過去使ったことがないタイプのあのワクチン、はい、つまりこれ mRNA っていうメッセンジャー RNA っていう方式のワクチンで、はい、まあ、今までワクチンではこの2社が出してるのが世界で初めてっていうことで その不安感っていうのを持ってる人は多分いるだろうと、はい、まあ、うちの娘なんか言わせると、うん、あのよく分かんないんだけど専門的なことで聞いたって。だからただ技術的に見て問題が起こるとは考えにくいと言ってましたね。そうだね、うん、まああのまあ、多分そのうちかあのどうしても遺伝子組み換えっていう感じが残るから、あの、うん、言葉を聞くとちょっと怖い感じはあると思うけど、うん、まあ、そのだからこそ今回そのワクチンの開発がここまで早くできたと、うん、要するに、ゲノムがその武漢でこのウイルスが発生してウイルスのゲノム情報が解読されてそれが発表された後アメリカの方では1ヶ月でそのワクチンの候補ワクチンというのができたと、うん、それは実際にウイルスを手元に持つことなくあの解析結果からできるということで非常にその効果があのその早くできるという意味での、すごい利点があったんだよね。でしかもこれは製造が今までに比べてはるかに容易で、昔はほらウイルスっていうと、ワクチンっていうと卵の中に入れてなんていうのね、うん、聞いてたけど今これに関してはもう非常に製造がだから量産はいいっていうこと、ね、まあ、要するにコンピューターの中でできちゃうたるってある程度はね。で、もう一つ大事なこととしてこの、ファイザーに関しては、約 90% の、まあ、効果があると言われてるんだよね。そうですね。でそれに対してシノバックは、まあ、50%、はい、でこれの 90% と 50% の意味なんだけど、はい、これあのワクチンっていうのは第3臨床試験で第1層第2層第3層って第3層臨床試験っていうのがあって、はい、3回目は4万人に対して打ってで 50% 以上の効果をがあればその一応ワクチンとしては認められると。で、はい、ちなみに4万人のテストってどうやるかというと2万人に対しては本間もんのワクチンを投与して残り2万人に対しては偽物の、まあ、生理食塩水みたいなものを多分投与してで実際にその一斉のせいで打ってそれから、数週間後に実際に4万人のうちのどれだけの人が感染したかと。でその、モデルナがとバイオンテックどっちだったかはっきり覚えてないけども最初に出した時にほんの数十人しか実際には4万人打ってもかからないんだけど、うん、でもその大半の人が9割の人が、ワクチンを打たなかった人で、うんうん、で、10% 程度の人がワクチンを打った人から出た。つまりワクチンを打ったとしても実際にはコロナウイルスに感染してしまう可能性とはゼロじゃないです、ね、ゼロじゃないんだ。ただ9割ぐらいは2万人2万人の結果を見たときに感染した人全体のうちの9割がその、ワクチン生理食塩水を打ってた人、うん、
で 10% がそうじゃなかった人ということでワクチンを打った人ということで、うん、まあ、これは9割の効果があるんじゃないかと、ね、まあ、ざっくりそんな感じだと思う。それに対して、シノバックは5割って言われて、うん、5割が低いようなんだけど、今我々があの毎年打ってる人もいると思うけども、その、インフルエンザ、インフルエンザ、うん、それも 50% 程度の効果って言われてるから、うん、ね、ただそれを打ってればそのもし感染したとしても非常に比較的軽症で済む、軽症で済むという、そういうことでの効果があるのか、ね、そうですね、うん、ということで、まあ何が今からその長い1年2年3年って長いのを見ないとはっきりと分かんないけど、まあ、その9割の効果を信じてやるっていうのが、そうです、ね、私としてはいいかなと思う、うん、まあ、シノバック打ちたいなと思った瞬間ありましたけど ね、うん、そ, うだね、その方がまあ体に与える影響はもう今まで打ってきたね、うん、まあ、メッセンジャー RNA とちょっと方式が、そうそう、あの、まあ、昔ながらの、ね、シノバック昔ながらの方式でやられてるからね、まあ、とはいうもの、うん、まあまあ、3人とも打つ、ね、結局3人ともバイオンテックと、まあ、ます、まあ、日本に行くのはね、まあ、こっちかなと、そうだ ね、 日本ね、うん、行ける可能性が出てくるのね、はい、そうだね、日本もそっち打つだろうから ね、うん、そうですね、で日本はもう一つアストラゼネカっていうのがあるんだけど、ありますね、アストラゼネカはね、あの血栓ができる人がいくつか増えてる、あの症状が出てるのと、うん、それと臨床試験の時に一回臨床試験ストップっていうことがあった、ね、ありましたよね、重症患者が出ちゃう、だからちょっとその辺アストラゼネカに関してはちょっとなんとなくその、まあ、素人は考えたけど、うん、ちょっと不安が残ったん で、 そうです、まあ、僕らとしてはバイオンテックが一番安心して、まあ、接種できるかな、そうですね、ということでね、前半部分はこの辺で、はい、後半部分はね、健太くんのちょっとあの、最新のあの、仮想通貨情報っていうのをまたやりたいと思うので、ちょっと一旦、音楽聴いてください。それではちょっと待ってくださいね。ということで聴いていただきました、ね、今の曲はね、ヨモティっていうのかな、 Your Vibe っていう曲でした、じゃあね、後半はね、いつも最近のあれですけども、健太くんの仮想通貨情報ということで、あの師匠がね、仮想通貨って、ま、何なんだっていうのがあるんで、ちょっと師匠なんか一つ、はい、まずね、その仮想通貨、日本語で言う仮想通貨ですね、これがね、ずっと不思議に思ってたことがあるんですよ。で、なんで仮想通貨っていうのかっていうね要は師匠が
クリプトカレンシーっていう方向から言うと、う、うん、クリプトっていうのは暗号が、暗号だからね、結局クリプトカレンシーって我々要するに一般的にクリプトって言ってる人が多いわけです、英語圏の人は。だ仮想通貨、え、バーチャルカレンシー何それっていう感じになっちゃうわけですよ。だからそのもともと英語を外国から来ても日本語にする際に、まあ、いろんなことをいろんな方法で今ごちゃ混ぜになってなってて、だからどうもね、こう仮想通貨ってのおかしいなっていう感じ、何これっていうのがあるわけですよ。だから中国語だとね、そのデジタル数馬、数の馬のカレンシー、こう、そうですね、そっちの方がずっとストレートフォワードでね、いいような気もしますけどね。まあということで、ちょっと健太君に説明してもらいましょう。まあ僕が説明できるところはあんまりないんですけど、おそらく多分新聞社とかそういったところが、まあ自分たちの認識でこういう名前つけたんだと思うんですね。で、まあ、もちろんやっぱ仮想通貨業界というか、このクリプト業界に勤めてる人だと、やっぱクリプトキャランシー、クリプトって言ってる人の方が多いような気がします。で、あと暗号通貨とも一応言ってる人たちはいますね。なんで、まあ、まあ本当日本ぐらいこう名称が定まってないのも、まあ珍しいのかなと。他の国では結構普通に定まってる気がしますけどね。まあ、日本らしいってことですな。そうですね。で、どうですか、先週の動きっていうのは。先週の動き、まあ、ビットコインの価格が先週やっぱり5万4千ドルから6万ドルぐらいを行き来していた。6万ドルちょっと超えたよね。超えましたよね。だから先週史上最高値出たのかな。出てないですね。先週ですね。それはでも先週も6万ドルまで出てるんで、6万ドルもう一回超えたんだね。はい、うん、なんで、まあ、価格としては5万から6万安定して出てるという感じなのかなと思います。で、このまま、まあ、安定感が今続いてるんで、まあ、ここから値動きするのかなって僕の中ではちょっと疑問に思ってるクエスチョンマークなんですけどね、まあ、するかもしれないし、しないかもしれないし、そこはちょっとわからないんですが、まあ前も、ね、話したけど、次 の、 そのネタとしてはやっぱり、コインベースの上場っていう、ね、まあ、そこまでは引っ張れるんじゃないかなっていうのがね、一般的な認識だと思うんだけど、それまでは6万ドル、あるいはさらに上がってくれるとね、持ってる人としてはハッピー、ね、楽しいですよね。ただここへ来てそのニュース見てるとね、はい、やっぱりアメリカなんかでもこの今の仮想通貨の問題として2つ大きな問題があって、はい、1つはやっぱり電気代。あ、はいはいはい、これ、聞くところによると今仮想通貨 の、 そのマイニングに使ってる電気代っていうのは、スウェーデンの国が消費してる一国全体の電気代に匹敵するっていうような話 で、 そうですね、やっぱり今の時代その CO2 削減とかっていうふうに言ってる中で、はい、果たしてこれがいいことなのかと、なるほど、うん、というような、うん、そういう問題が提起されて、まあ、それにねちょっと関連するかしないか分かんないんだけど、要するにアメリカのドラマなんかでも出てくるわけですよ、うん、でそのマイニングに使用するその消費電力がすごいと、はい、だこれがそのニューヨーク州 の、 電気がそれによって足らなくなって、はい、外部からその高いお金を出して電力を買って、はい、消費者に負担してもらってるという、本当か嘘か分かんないんだぐらい消費電力は、それはドラマだけど、そのくらい消費電力を使うとマイニングに。そうだね、まあ、そうですね、うん、それで言うと、まあ、これって結局デジタル化が進むにつれて必ずこのなんていうか、暗号通貨に限らずクリプトに限らず他のところでも電力消費っていうの上がってってると思うんですね。例えばどっかでなんかスーパーコンピューターが動き出したって、あれの電力消費量も半端ないんですね、うん、そういうのを考えていくと今後まあデジタル化していく中で電気をどうやったら抑えられるかっていうのはまた技術の発展とともに良くなっていくんじゃないかな。今現時点では確かにすごいです。だからといってその電気代をどうするかだね。その原子力がなかなか今こう、ね、そうですね、ネガティブな中でね、じゃあ火力そうするともっと、CO2 の、ね、そうですね、問題ってもっと大きくなっちゃう。あとは太陽光発電、自然発電っていうの、そうですね、風力発電、まあどうなんでしょうね。うちのビルの上に何か建てるってのはできないの。あ、それできるらしいですけどね。あ、そうなの。それただ設備投資がいや、それ見合うか見合わないか、ね、コスト的にね。だからそのちゃんとバランスできるぐらい風力がやってくれるのか、ね、風力か最近の見てると太陽光相当パワーありそうだけど、ね、暑いでしょう、もうこのね、ま、とはいえですね、太陽パネルで充電できる量っていうのは
本当にもう例えばキャンピングカーとかよく見てるとキャンピングカーの上でこの1日で発電できる量で夜1日過ごせるかというとそうでもないみたいなので、あの減らないようにこう継ぎ足してる程度のレベルだから、まあなくはないのかなと思う反面、まだまだちょっと、うん、足りない。昔そういえばあの健太君があの、何あの太陽パネルで何日間、そう太陽光パネル A32 枚ぐらいのね、そうですね、折りたたみ式のやつで実験やってたもんね。あの 4枚ですね。であれはですね、まあうん面白いとは思うんですけど、まあ1日じゃあの携帯フル充電できないんで。だからさ、あのほら例えばエベレストに登るとかね、はい、でああいうエベレストに登る人でもやっぱりスマートフォンっていうのは今必要だと思うんで、ね、電波届きますからね、うん、でそうすると充電設備っているけど電池持っていけない、あるいは電池ってもう切れちゃうじゃない、ある程度のところに行ったらね。そうですね。そしたらそこで太陽光パネルで充電しときたいと思うよね。あ、もう思うと思います。あれは面白いと思うんですよね。いやでもそれがね、あの要するにリサイクルエネルギーでね、はい、ただ昔あの何年前かあの要するに中国の奥地に行ったことがあるわけですよ、はい、あのシルクロードのあっちね、はい、ほんでねその要するに砂漠の中にもう延々とねその太陽光発電パネルと、はい、その風力発電のあのタワーがこうそれこそ何千何万と見渡す限りあるわけ、はいはい、あれなんか見たらねすごいと思うね、まあ、砂漠をだから再利用するって意味ではそれは最高にいいんじゃないですかね、うん、だってもう見渡す限りその中をね例えば新幹線がバーッと走ってんだけど、はい、それ車窓から見渡す限りずーっとあるんだよあれにはねびっくり驚いた、本心底驚いた。すごいよね。そうですね、うん、石油の次は電力ってねあるかもしれないですね。だから死んでる土地をいくら持ってるかで電力発電がどれだけできるかと、うん、なるほど。まあ、砂漠なんて最適だよね、考えてみればね。乾燥してますしね、うん、あれ2つの問題って俺言ったんだけどもう1つ今話してるうちに忘れちゃったや。最近話題のグラフィックカードが手に入らない。あ、そうそうそう、それそれ、はい、要するに勝手に想像したんですけど。あ、鋭い。半導体が今足りなくなってる。いやだから車産業がそれで大打撃受けてんじゃない。うん、もう NVIDIA の, あのグラフィックカードなんてもう手に入らないもんね。そうですね。うん、もう本当手に入らないですね。で中古市場でも値段は上がってるし。どんどん上がってますね。だからマイニングする人、それからね、ゲームする人、ゲームする人、うん、編集する人、うん、編集する人、自作 PC やってる人、そうですね、もう取り合いですね。取り合いだよね、はい、どん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 値段が高騰してるっていう、ね、あの本当あのマイニングや 僕が言っちゃいけないんですけどね、マイニングやってる人間ってあの本当迷惑かけてるんですよねみんなに。いや本当ね。で先週はどうでした、結果は。先週はですね、まあ今これトータルで今11日半、今日の午後5時4時で12日間になるんですけど、現時点で US ドルにして162ドルぐらいですかね。ということは3倍、まあ3倍くらいすると3倍ぐらいすると450から数十ドル、うん、いくかなと思うんですよね。まあ予想が、僕の予想が400ぐらいだったんで、まあ妥当な額出てるんじゃないかな。それちょっともしかしたら上回る、上回る感じですね。すごいね、いい感じだと思います。ただまあだここ数日マイニング量減ってるんですよね。あ、そうなの。はい、ここ本当にここ 2日間か3日間、なんかあったのよくわかんないんですけどね。まあ見てるとそう、あのなんで減ってんだろうとかいろいろね。あとまあアプリの、そうそう、今日の朝も話したんですけど、なんかこうマイニングしてるものとかそれに限らずですね、ウォレットのアプリで下何桁、小数点下何桁まで表示できるのかっていうので、ビットコインって結構下、うん、そうだね、8桁以上もあって。そうだね、だって、うん、1ビットがね6万ドルなわけだから。そうですね、小数点以下8桁でもねそれなりのボリュームがあっちゃうもんね。そうですね。なんで9桁目以降出てないなんてのがあって、僕一生懸命ログをエクセルにつけてたんですけど、僕が持ってる額とエクセルで比べるとエクセルの方が大きいんですよね。であれ僕のお金どこに消えたと思っていろいろ調べたところ、9桁目が結構な倍率で出てて、4時間に1回ぐらい9桁目のこの数字が繰り上げされてるっていうのが分かって、あ、繰り上げというか四捨五入なわけ。四捨五入ではなかったですね、単純に上げてますね。数字があったら上に1個上げるっていう感じで、じゃああの期待感だけがこっちに来て。そうですね、期待感だけがこっちに来て、リアルでは若干、リアルでは若干少なめっていうのは、ね、ひどいね、それひどいですよね、うん、もうなんか最初気がついた時に僕のお金なくなったと思ってすっごい勢いで頑張って誰が取られたと、うん、計算したりとかあの状況を見たりとかしたんですけど、結果あの下、そう9桁目が悪さしてたっていう。なるほど。
まあ、ということで、いい時間になったんで、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあね、エンディング曲ちょっと待ってね。エンディング曲はね、いつものね、ディラン・シッツのシェイキングっていうのを聞いてください。それでは、今回もありがとうございました。それではまた来週。